画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。やっていきましょう。ナイト・オブ・ザ・デッド。いやー、盾作っちゃいました。これ、もう完全にスカイリム。わ、わ、わんっていう音が、音楽が聞こえてきそうですね。わん、わん、わん。私が言わんとしていることがちょっとわかんない人もいると思いますけども。はい、そんなことはさておき。なんとね、あれ作れるようになりました。マシンテーブル。とうとう来ちゃいます。マシンテーブル作っちゃいます。ここに作っちゃおうか。いや、どんな感じになるんだろう。どっちがこれかな。こうかな。ほう。お、あ、ここでファイアーフレームとか作る感じになっちゃ、なったんだ。バージョンアップ前に作ってたから、あ、ヒューズ2個でもレーザーいけるな。ロケットランチャー。うわ、絶対これ作るべき。絶対作るべきよ。ヒューズ1個とテープ1個。まあ、作っちゃいましょうか。ロケットランチャーで。ゾンビ相手にぶっ破してい。そうだよ。そりゃそうだよ。ヒューズね。3つぐらい作っときましょうか。どれ？あとは、あとはテープか。OKOK。楽しみだなこれ。これぐらい作っとくかいい。はい、来ました、ロケットランチャー。オン。で、レーザービームも。レーザービームってか、これさ。あいいね、いいね。これいいね。いや、ウサギのやつ、また皮集めてこんといかんな、これ。ということは、さっきの片手のやつ、スカイリム卒業ということで、お疲れ様でした。これなんか物がまた溢れてきたな。ここ武器庫みたいにしてるんで、石はまた別のとこ入れちゃいましょうか。こういう石類はね。うん。武器っこになっちゃってるんでね。で、これが食べ物で、石類はもう一個またちょっと作っちゃいましょう。これはストレージボックス。うん。狭くなってきたけど、あれがベッドです。あそこにあるのがベッドです。アホでしょ？あんな空中にね、作っちゃってアホでしょ？まあ、そういうのもいいんじゃないかな。風通しよくて。アップグレードいきます。はい、ここに石類は、だいたい入れときましょう。うん、そうね。あとはこのよいしょ、プラスチックとかもね。うん、セメントはまあ持っときましょうか。ブロックも。うん、さて、ロケットが作れたので、次はロケットランチャーの弾。あ、ここでガンパウダーとかが役立つんだ。ロケットランチャー19発撃てるぜ。よし、たまらんな、これ試し撃ちしていいかな。これちょっと上から、足めっちゃ遅くなるね。これなんかいねえかな、この辺。あの辺に向けて撃ってみようか。あ、結構こう下にグーンと落ちていく感じになるみたいですね。うん、これは面白いぞ。いいね、いいね。呼吸、あ、大丈夫か。動物もこれで飼っていくか。やばんすぎるな。やばんすぎるね。うん、いいんじゃない？でもそれはそれで。うん。で、ダイナマイトはダイナマイトですよね。いや、もうこれはさ、もう普通にガンパウダーはこのためだけに使っていこうよ。うん。これね。うわ、これ楽しくなってきたぞ。建物ちょっと試すだけ試してみますか。うん。あと、ウサギ狩りちょっくらい行ってきますかね。じゃあ、少し最低限のものだけにしまして、布はここにじゃあ入れとこうか。うん、よいしょ。こんな感じに、しておきましょう。
あと木と、もうここに置いとこっかね。アイアンワイヤーか。うん。こんな感じでしょうか。だいぶこれで持てるでしょう。ドラ、いきますか。どれ。戦いに来たぞ。ふん。ふん。おれ、弾いた弾いた。おい。弾いていくよ。ほらほら。縦のちゃんとあれだね、出てるね。きちんとほら、左の方にあのダメージ、うん、どんどん脆くなっていってますね。これはこれで面白いな。縦あるといいね。で、いっぱいいるところにロケランぶっ込んでみましょうか。これ一応またここでたくさんのリサーチいただくぜ。ほれ。で、ここを少し攻略しましたらウサギを取りに行きます。あ、縦のダメージじゃないな、あれ耐えれてるね。パリーだ。いや、何もボタン押してないんですけど、パリ行けるみたいですね。この出番でしょう。あそこにいる奴ら、破裂させてみましょうか。ロケランでんな。あっあっあっあ、いや、たまらんな、これ。なんかもっといっぱい、ここ。たまらんねえ、これは。あそこら辺とかも、なんかこう、もっと、あれかも、もっとなんか集めてやりたいね、これ。あ、カポン。行くぞ。もうちょっと近くで行ってみるか。2発。3発。4発。5発。ちょっと待って、岩も壊れた。6。あ、やつも死んでるね、もう。はい、うん。お？あ、素材手に入るぞ、これ。あ、そういうロケランの使い方ありかもしれませんね、これね。いや、これありだな。ありだな、これ。全然ありだ。なるほどな。効かんな、おい。おい、おい。これ、結局、鉄集めるのに、めちゃくちゃ、あ、ここの木類とか、もしかしたら、これで、ぶっぱでいけないかな。そういう感じではないか。石だといけんのかな。不思議な話だけどね。ちょっとみんな集めるか、これ。ここで。みんな集めてさ、こうやって。こうやってみんな集めて、これをやっといて、これどう、これどう、これどう。集めといて、なんかこの距離でも私死ぬか。なるほどね。わかった。勉強になった、勉強になった。破裂しやがれ。いいね、いいね、いいね。やっぱ威力高いね。ほらよと。ほらよと。だいぶダメージ通ってるわ。来てるね。
アップグレードしとこう。さて、燃えないようにところどころアップグレードしとかないといけないですね。これはセメントをとりあえず全部作って、ブロックこれでね、とにかくアップグレードしまくる。燃えないようにしねえとな。おい、やつらがやってくるぜ。あら、よっと、もういった。ここもアップグレードと。うん、よし、こんな感じかな。ここもアップグレードしとこうか。はいと、次々やってくるぞ。 OKOK、 燃やさんようにせんとな、これ。急げ急げ。よし、だんだん石造り型にはまってきたね。なんかめっちゃ来てる音が聞こえるが、気のせいか。よし、でバリスタに入れといて、で下ちょっとリロードしに行きましょう。そろそろかな、リロード。よし、しっかりリロード入れとかないとね。うん、さあ始まるか、もっと来るか。これ6日目こんなもんじゃないだろう。来るだろう、もっと。もっと来るだろう。なんかすげえ音がしてるな。ちょっと整頓しとこうか。なんかすげえ音してるぞ。なんだ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 、めちゃくちゃ来てねえかこれ。うわうわ、タイラントくん、タイラントくんじゃない、あのリッカーが来てた。ああ、下でも破裂してんじゃん。なんか燃えてねえか、なんかどこかが燃えてねえか、なんかあの中燃えてない、あれなんかあそこ燃えてるぞ。ちょっと待って、あれなんだ、あそこなんだ、あそこ重要なパーツなんじゃないかこれ。危ない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 、待て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 、あー危ねえ危ねえ危ねえ、なんかねここが燃えてんだよな、この下かな、この下っぽいな。あー、この真下だ。あんなとこ土台木だったか。あそこどうやっていくか。いや次々来てんな。いやまさか、まさかもうこんな来てると思わなかったぜ。燃えてんね燃えてんね。ちょっと待て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 、いって、いや、あそこが燃えてんの、どう大丈夫かなあれ。あ、めっちゃ来るね、めっちゃ来るね。ちょっとこれ火炎放射器で燃やしてみて、でからのちょっとロケラン装備してからのからの、いや、そう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 、みんな来い来い、あそこまで。はい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 、来い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 。
おらよ、おらよ。いや、これ楽しいな。てか家を修繕しなければならん。まずいぞ。さし、危ない。あら、あら、崩れ落ちた。崩れ落ちたけど、あれ、建物自体は大丈夫なのか、これ。ん？これちょっと見てみましょうか。あ、全然すっきりしたね、むしろ。あ、全然すっきりしたね。いいやん、あそこ崩れてもいいや。大炎上したけど。あ、結果オーライ、結果オーライ。よしよし。ちょっと食いもんでも作るか。美味しいもんでも作りましょうか。まあ、そんなこんなでね、よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は、PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知がいくようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。